旧制広島高等学校は、1923年12月に、設立された管立の旧制高等学校。略称は、広高。初代校長、十字、渡る文化、学術生館会経済会1930年頃の、広島市地図、当時の広島高等学校の所在地が示されている。設立時以来、高知は、広島市南町三丁目に位置していた。 第二次世界大戦末期の1945年7月には1年生が日本製工所広島製作所に動員されたため、寄宿舎である君風寮も同所内の寄宿舎に移転され、広高内の両者は陸軍に接収された。翌8月6日の原爆被災に際しては、後者は全焼は免れたものの、前半回あるいは大破して、使用不能となり、 また市内が全滅したため1946年2月までに、訓風量も含め、広島県佐伯郡大竹町の海軍潜水学校校舎に移転した。生徒たちは街頭に立って、急行地移転のための募金運動を展開し、1947年10月には、主要校舎が復旧したため、南町校地への復帰が開始され、1948年3月までには、完了した。 申請移行後は、広島大学、南文校の校地として継承されたが、1961年、教養部が東仙田町に移転するのと入れ替わりに、本部キャンパスからは、広島大学附属中学校、高等学校が移転、現在に至っている。また、寄宿舎だった、訓風寮は、申請移行後の広島大学の学生寮の一つとして、名称が継承され、 旧姓広高所在地に近い広島市南区、弟子用の広島陸軍被服師長は土地に所在したが、広島大学キャンパスの東広島市移転で廃料となった。広高を記念するモニュメントとしては、広島城南西の中央公園に、広高の森の石踏み、また被爆死した広高教授で、家人、国文学者でもあった中島光風の花碑が建てられている。弘高行動は、 1927年1月に、竣工した RC 作り平屋建ての建造物である。原爆被災時には、爆心地から 2.69km の位置にあり、行動自体の被害は軽微であった。戦後、新生広島大学への移行に際しては、同校が母体となった、広大教養部の施設としてそのまま使用された。その後1961年、 教養部との校地交換によりそれまで本部キャンパスに立地していた広大教育学部付属中、高校が移転してくると同校の行動となり、2014年現在に至るまで現役の施設として使用されている。1998年には登録有形文化財に登録され、広大キャンパス内の多くの被爆建造物が取り壊し、あるいは放置の運命をたどる中、 例外的な存在となっている。1945年8月6日、原爆被災時に大部分の広高生は勤労動員先におり、南町の高地では運動場の一角に、航空輸送隊、寮の一部には、数人の通信兵が駐屯していた。そして、教官2名ずつが交代で寮で、防衛宿直に従事していた。学生は、 文下の2年生のみが進級後に断続的な講義を受けていたが、次々に徴兵されたため、当日の朝礼には20人足らずの者しかいなかった。原爆炸裂により、校内の建物は大きく損傷。鉄筋コンクリート作りの行動、図書館、科学教室は窓などの損傷に止まったが、木造校舎、雨天体操場、重機庫、食堂などは半壊し、使用不能。 量はほととんど全開という状況であった。日本製功所での動員作業に従事していた1年生は6日、当日がちょうど給電日だったこともあって、外出許可が認められていたため、市内の自宅や外出先で被爆した。原爆による死亡者は即死、または数ヶ月以内に死亡したものだけで教職員が3名、1年生が22名、2年生が2名、学年不明者が4名、 計27名である新生広島大学移行後の1972年3月には、広島大学原爆死没者慰霊行事委員会が発足して、広高を含む広島大の旧性包括校の原爆犠牲者の慰霊事業が行われることとなり、その主要事業として1974年8月、広島大学原爆死没者追悼の日が混流された。この石踏みは、 広大本部が東広島キャンパスに移転した後も東仙田キャンパス内に残され大学関係者によって毎年慰例式典が行われている。ありがとうございます。